はい、こんにちは。久しぶりに MP7 を使っていきます。好きな銃なんでね、 MP7。 こいつ初期なんだ、ハンゲーム版じゃないか、スチーム版ブラックスクワットの初期武器サブマシンガン MP7 を使ってプレイしていきます。ハンゲーム版と違ってね、サプとか最初からついてるんだよね、これ。うわ、いきなりスナイパーに狙撃されてしまう。まあ、マップ的にもね、サブマシンガン活躍できる要素は全然あるんでね、もう特攻してガンガン荒らしていこうと思います。この上から赤点、横から射撃していく。さらに奥詰めて、奥の敵をマシンガンで倒していく。サブマシンガンはね、結構ハンゲーム版の時はかなりメイン武器として使ってたんでね、立ち回り的には大丈夫だと思うんですよ。スチーム版入ってからね、あんまり使わなかったんだよね。まだ500キルもしてないんじゃないかな、この武器で。なんか結構ね、MDR とかね、ほんと強い銃が多くて、でさらに言うと最近ヘッドショット一発の武器とかをね、使ったりしてるんで、めっきりサブマシンガンを使う機会がなくなってんだけどもね、久しぶりに MP7 で暴れていく。やっぱね、このジャンプ打ちとかも結構当たるんでね、この武器。あと何よりスピードが速い。このスピードで頭抜いていく。サブマシンガンで頭抜くの結構難しいんだよな。あっとやられた。この速度でね、フィールドを駆け回って、弾をばらまいてね、2キル3キルってやるのが気持ちいいんですよ。さあ、横向いてる。うわ、やっぱりね、結構距離が離れてると威力不足に悩まされますが、ここは楽しさでカバーしていく。おっと、あのぐらい離れてるともう当たらないし、当たってもね、もう青いな、こいつも。豆鉄砲ですね。さあ、味方がかなり距離を詰めているんで、別のとこから行こうかな。結構こっちが押せ押せな感じになってる。お、赤点見えてるんで、さあ奥の敵一人やって、身を落として、もう一人やりたい。もう一人いけるか。よし、いけた。さあ、もう一個。ああ、無理か。おお、なんかヘッドショット出た。美味しいね、今。相当詰めてんな、これ。こんなに詰められちゃやることがないんだけど。さあ、頭だけ出して。打つけど、冷静に対処されてしまう。だいぶ押してるね。50対36か、今の時点で。さあ、3分の1終わって。まあね、ハンドガンの方が精度がいいっていうね。赤点、右に1人。さあ、しゃがんでるやつ。もう1人やって、1回ちょっと戻るけど、1回出ていく。さあ、もう1人。よし、いけた。残りライフは8。結構暴れてますね、私も。さあ、1人やって、あ、上からやってるかな。もう1人倒していく。さあ、稼いで。もう今の倒しちゃう？完全に追い切れてないですね。後ろから。あ、やばい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 。さすがにね、無理があったね。さあ、正面から進軍していくぞ。お？いない？気のせい。おっと、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って。ハンドガン持って。あー、味方が倒してくれた。ナイス。グレネード。牽制。あー、右にいたか。そっちか。そっち警戒してなかったな。おっと？そんなバカな。ちょっとダメだね。右、マップをよく見よう。はい、一人やっていく。で、右側赤点が少ない。やっぱりいる。あ、いた。いたね。で、リロードして、ちょっと下見るけど、味方がいるんで、もうあと堂々と突っ込んでいこうかな。左。いいぞ、見て使ってるやつ。さらにもう一人遠い。
この距離だとちょっともうきついんで戻りましょう。上からちょっと覗いて、いないことを確認して、降りちゃおう、降りて。相手のベース近くで張ろうと思ったけど、ちょっと飽きてきたな。お、いる？こっちいる？あ、違う、上だな。さあ、横から。あ、手前にいるね。で、さらに奥。ちょっと詰めておこう。ここで、手待ちしていく。もう一人、無理か。さすがに無理か。AK12 に駆られてしまう。結構サブマシンガンで飛び出し射撃するの結構ね、有効なんですよね。相手が反応、なんかね、サブマシンガンやっぱ速いね。移動速度速くて追い切れてない。意外と当たらないんだよね。敵の攻撃が慣れてないというか。まあ、ラスタルトライフルのね、横移動速度とサブマシンガンの横移動速度、結構違うんでね。ラスタルトライフルの感覚で追うと、ね、全然エイムが合わないっていうね。感じになるのかな。さあ100キルちょいして結構差が開いている。おお、 MDR。 そういえばなんかスチーム版のブラックスクワットってあれがないよね、あの HK416。 ハンゲーム版の時はあのアサルトライフルメインにしてた HK416 はスチーム版にはなぜかない。ただ最近いろいろアップデート出てるな。ハンゲーム版にない武器がばっか増えてんだよな。あのシグの頭一撃のやつとかね。もっと気合で倒していく。さあ、おお、なんか硬いと思ったら2人いる。2人いましたね。サムマシンガンの威力じゃちょっと抜けないですね。さあ右から入って、おっと目の前、あ、やられてしまった。 S15 か。まあ威力では完全に負けていますが、入って左にいるね。さあ後ろから中入って奥、おなぜかヘッドショット。さあ赤点見えるんで一人、左いけるか。あー、ダメだ。ちょっと一回リロード挟んでグレネードを投げて牽制していく。赤点が上に見えるんで、おそらくいいところ。おっと頭抜いて一人、二人リロードして、もう一人いけるか。奥から出てくる、出てこない、出てこないんでグレネード投げて、つかスモークだよ。よし、突っ込め。一人、あーダメか。スモークの中で AK47 に倒されてしまう。140、おなんだなんだ、重いな。さあもう一人ぐらいやっておきたい。いけるか。もう、おっと危ねえ、ぐだった。結構危なかったね。150対110、結構押してますね今回は。まあそんな感じで MP7 使ってみたんだけど、楽しいねやっぱり。MPX そういえば持ってないんだよな。一回これ MPX も買っちゃおうかな。はい、てな感じです。